今日ご紹介は、4月25日公開シンデレラです。ね。はい、はい、ディズニーがやるんですから、はい、それは当然その実写版ですって言うから、うん、はい、多少少々はね期待するでしょ。あ、まあ、そういう言い方もすでに、いや、多少少々は期待するじゃん。ここって褒める映画じゃないの？いやいや、大体、いろいろそういうこともありますよ。あ、そう。うん。多少少々は期待するじゃない。多少少々。それはどうしてかっていうと、うん、やっぱし魔法使いのバーが出てきてさ、うん、それがこうやった時に、うん、どういう風な、ね、アニメーションではああだったけど、その今のね、実写版でね、今の VFX なんかやったらば、見たいね、どうなるかって見たいじゃない。はいはいはい、見たいですよ。それからカボチャがね、どうやってね、馬車に変わっていくのかも、そういうスペクタキュラーが、本当に気迫なのね。ネズミが業者になったりしないの？するんだけど。あ、それはするの？でも、それはほら、その、ディズニーの特撮にしてみればさ、うん、そんな、まずそれが嫌で。そうないの？うん。いや、ないっていうか、あるけど、そんなに面白くない。過度な期待が、ちょっと、崩れちゃ う, そう。話がちょっと違うんですよ。いや、それとやっぱり、リリー・ジェームスってさ、はい、シンデレラになる女の子が、はい、やっぱり、あんまり綺麗じゃないのね。あれそれからね、ケイト・ブラシェットが、ママ母なんだけど、はい、やっぱり、ケイトじゃあママ母ね、いくらやりますって言ったってさ、ダメなの？やっぱ違う、やっぱしね、あまりにもね、知的な雰囲気を出しちゃダメなのよ。ああ、そうか、このママ母役はね、ママ母役はただの意地悪でね。そうだよね。それからお姉さんやる二人もさ、どってことないっていうのがまず、ね、王子様はどうなの？王子様、そう。でもだから王子様が一番問題なのよ。王子が一番問題なの？うん、芋なのよ。ね、ちょっと待って、これ写真あるでしょ、ちょっと王子様の。ちょっと待って。ちょっとそう？どうなんだ、王子様の顔じゃないの、ね、なんだ、そうよ。あ、これ許さないの、これ。俺の子からすよ、もう二人だって。王子様の顔じゃない。まあ、じゃあ、なんだ、いや、これ、部下の顔よね。部下の顔よ。まあ、確かに部下っちゃ部下だな。そうでしょ。高貴さが少しないな。高貴とか誘うんじゃなくて、こんな下品な顔ね。下品かわいそうだけどなあ。そうか。いやいや、一般的にはさ、色男の類に入るんだろうけど。でもこれ映画 .com では5点満点で 3.5 点ついてますよ。だから言ってるじゃん、この評価する人たちは。いや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 。その何人が見たの？今のところ18件ですね。いやいや、でもダンスの場面なんか綺麗な、いやそれでね、うん、ケネス・ブラナーなのよ、ケネス・ブラナーダメだ、ね、あ、監督ケネス・ブラナーダメなんですか？なんかシャッチョコバってるでしょ。そうなの、それにやっぱりピコが言ったけど、やっぱり時計が鳴るね、12時、急いでその舞踏会のシーンがね、そのあ、ほら、アニメーションの時はさ、2人が出てきてさ、公園出てきて、公園出てきて、回れない椅子で。それで、ね、池にかかってる橋の上とかあったじゃん、そうじゃなくて、とにかくその、舞踏会なのね。女、だからそういうなんていうの、情緒がまずない。だケネスプランナーだもんね。そんなにケネスプランナーはダメなの？だってシェイクスピア役者よ。あ、そうだよね。もともとはね。そう、そうじゃない？それでやっぱしさ、あ、時間だわって階段降りてくるじゃない。やっぱ慌て、ふたべって降りてくるのが変わっちゃうんだから。それで、脱ぐよね。脱げちゃうの。脱げちゃったら。脱げるってのはさ、置いてあるじゃない？それを今回、転げんのよ。どんなガラスでできてんの？割れないの？割れちゃうかよ、転がったら。割れちゃうでしょ？割れないのよ。割れない。割れないの？割れないから、そのまま持って。強化ガラス。おいおいおい、そういうの。そうか、今回のシンデレラ、強化ガラスだよ。いや、だから、全部強化ガラスなの。全部強化ガラス。だから、なんていうの、こう、危ういところがないのね。きっと自信満々で作ったんだけど、これだけじゃ来ないだろうから、アナと雪の女王の短編つけたのよ。ああ、はいはいはい、うん。そういうことなんですね。うん、じゃあ星5つの中で、お杉さんは怖いですが、星いくつでございますよ、シンデレラ。一期久しぶりのね、あの一が出ました。はい、静かに終わりましょうか、それじゃあ、ね。なんでさ。はい